2025年シーズンに向けて各チームがライダーラインアップの検討を進めているが、最も注目を集めているのはドゥカティーだ。今シーズンから陣営に加わったマルク・マルケス、そしてプラマックのホルヘ・マルティンのどちらをファクトリーチームに昇格させるのかで、それ以外のチームにも大きな影響がある。マルケスはグレシーニへ移籍してから素早くマシンに適応し、 すでにかつてのような速さを発揮。先日行われたフランス GP でも13番グリッドからスプリントレースと決勝で共に2位となるなど活躍。それだけにファクトリーチームへ昇格するのではないかという見解も根強い。ただ、彼には解決すべきスポンサー周りの問題がある。アルケスはレッドブルを個人スポンサーとしているが、 ブカティはライバルブランドのモンスターエナジーがサポートしている。ブカティとモンスターエナジーの契約は2025年までは続くため、もしマルケスがファクトリーチームに入るのなら、レッドブルのことを切り捨てる必要がある。レッドブルとの契約について、マルケスはファクトリー入りが叶うのならば終了させることも厭わないと示唆していた。 しかし、マルケスが、切る、必要があるスポンサーは、実はレッドブルにだけ止まらず、あと4つのスポンサーが競合している。1つ目はサムスンだ。ルカティは同じく電子機器系メーカーのレノボをスポンサーに迎えているため、競合してしまう。2つ目はマルケスが主要な広告イメージを務めている保険会社のアリアンツで、これもユニポルサイト競合する。 一つ目はアイウェアでお馴染みのオークリーだ。ルカティはカレーラがサポートしており、この点でも競合してしまう。そして最後はエストレージャ・ガリシアとなる、マルケス兄弟を長年スポンサードしてきたこのビールメーカーだが、スパークリングワインの領域で、イタリアのコンタディ・カスタルディと競合関係にある。つまり、マルケスはゥカティファクトリーでレースをするのなら、 こうした個人スポンサーの関係を少なくとも一時的には終わらせなくてはならない。サテライトチームでも良い。ただし最新型バイクに限るそして前述のような要素が理由となっているのかは定かではないが、マルケスの言説はフランス GP で少し方向を変えている。第4戦スペイン GP で。 マルケスはドゥカティ陣営でファクトリーサポートを受けているプラマックへの移籍は考慮されるかと聞かれたとき、次のように語っていた。プラマックは良いチームだ。だけどオフィシャル、チーム、ではない。しかしその2週間後に行われたフランス GP で2位となった後、マルケスはあくまでも必要なのはファクトリーバイクとファクトリーからのサポートであると強調しており、 ファクトリーチームへのこだわりを緩和させている。来年だけど、僕はどのブランドだろうと、どの色だろうと、どのバイクであろうと、最新の進化、したバイクを手にしたいと思っている。もしマルケスが完全なファクトリーサポートを前提にプラマックでの挑戦を良しとした場合、彼は長年支援してくれたスポンサーを切ることなく、 7度目の最高峰クラスチャンピオンへの挑戦に向けた扉を開くことができる。そしてこれは、ルカティにとってもベストなシナリオになるはずだ。2023年はランキング2位、そして2024年シーズンもファクトリーチームのフランチェスコ・バニャ・イアを抑えてリードするマルティンという重要なライダーを他メーカーへミスミス流出させることなく、 さらにマルケスという破格のライダーを起用することができるのだから。